モンベルが大きいのがあります。バイバーイ。さすがに炎天下の中置いておけないんで、公園遊園さんに入りたいと思います。ここですね。こんな温泉水が飲めるところもあるみたいです。森林灯を焚いてます。これは日よけで布を磁石で貼り付けてます。こんな感じです。こうやって寝転ぶと大山が見えます。寝ながら見られます。昼寝したい、眠たい。さっき買った地ビール飲みます。はい、乾杯。乾杯。あー美味しい。北郎ビール美味しい。黒ビール、これもサイブから食べよう。いただきます。うんうん、美味しい。うん、美味しいね。なんかちっちゃめやねんな、もさえび。美味しいね、こんなつけてこれ。味わかりますめっちゃ言うやん。ビールと大山と大山とビール。うん、炙り屋大活躍。牛、豚、鳥、魚にって書いてるから、はい、いただき肉。おでん55、おでん 100% ぐらい美味しい。次はトットン焼いてます。そしてハイボール出ます。いつの間に魚ですね、うん、トットンも美味しい、うん、癖ないな。確かに豚肉の癖がない、うんうん、鶏肉焼いてます。鶏いただきます、うん、うん、うまっ。うまいな。うん、寒くなってきました。ちょっとね。ババーン、でかいです、うん、ズワイさんです。ベニズワイガニね。カニさん、ごめんなさい、セコガニのやり方しか知らないんです。こういうやり方しか。
これでとりあえず解体していきますね。ここを切って、ほら。うん。これはお味噌汁に使おうかなと思ってます。だしを取るのにも使えたらなと思います。はい。いっぱい食べたいもん。そう。カニ焼いてます。これでこれを食べます。熱々です。出てる。いきます。うまっ。やば、めっちゃうまい。カニに合う、はい、お酒を、はい、いきます、はい、うまい、最高。おいしいよね。ズワイガニもすごい美味しいよね。あのタラバガニが王様とか言うけどさ、うん、カニ味噌を温めてます。このスープが絶対うまい。ほら、うん、美味しそう。あー、うまい。うまスープです。カニに合うお酒、コーラ酒って言ってここにお酒注ぐんですけど、あの本当はここで温めて飲むのもありなんですけど、アルコール飛びそうだから私はこのまま飲みます。いただきます。あー、やばい、最高。セコガに頼んで日本酒頼んで勝手にしてたら隣の人がめっちゃ二度見された隣のサラリーマンこの店主の人がじーって見てて、ここをピッと押したらもっと味噌とかが溶け、なんかガッて入ってもっと美味しくなるよって言われて、お酒がめっちゃ進んだ。寝ましょうかね。車の中で寝ます。今日はちょっと昨日よりは暖かいんで寝れそうです。これコールマンのライトなんですけど、ここが磁石になっていて、でこここんな感じで、これもダイソーのやつをつけたんですけど、いつものように内張り剥がして、ここを剥がしてクリップはめて、でここでライトをこんな感じで、ここもつけてるし、ここもつけてます。でライトは3段階に分かれてて、一番明るい2番目、3番目、ピカ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 。 USB もはめれて充電できるのでいいと思います。ではおやすみなさい。おやすみなさい。